それでは以上、橋本チャンネルでした。バイバーイ。はい、OK です。ありがとうございます。その服のままでもいいですよ。基本多分そんな下打つないと思う、うん、このままじゃあこの服だけ持ってきてもらえると。ポリスも。あ、ポリスも、はい。橋本チャンネル始まりました。はい、橋本里奈です。なんなんこれ。続きなんでね、隠すのはどうなんだろう。いや、今日は私の最近のお気に入りのリップを紹介したくてこの動画を撮ってるんですけど、いや、おかしいって。机もないし、めっちゃ引きやし、はい、リップわからんって。このティーバッグしか入ってこない。いやいや、ちゃんと酔った勢いし、橋本さんがそのカメラに。キリアが動かない。じゃあ紹介していきたいと思います。お願いします。じゃあまずリップですね。こちら最近使ってんの、ロム&シャープ10番ヌーデピーナッツ。ティントなんで結構色落ちないです。こういう感じでオレンジ、赤オレンジみたいな。ちょっと今も使ってるかな、赤っぽいというか、ちょっと赤っぽいオレンジっぽいんで、私的には顔が白く見える気はします。なので白く見せたい人にはおすすめの赤なのと、ティントなんで割と長時間生放送前に塗っといても落ちないかなという感じです。あともう一個リップで言うと、スパークリングティント RD02 番。色で言うと結構黒みたいな、黒赤、赤黒い感じ。ただ塗ると結構可愛いんですよ。ちょっと不健康そうな色にはなります。赤黒い感じでこういう感じです。これはティントなんで色残るんですけど、1回目塗るだけやとあんまり色はつかないですね。ただ何回か塗ると色も安定してきてティントで色つくんで、そこまで濃すぎないって感じかな。あとは何より美味しいです。味がめちゃくちゃ。そしてですね、グロスなんですけど、ディオールのマキシマイザー、透明のカプサイシンが入ってる唇がぷくっとするやつがもう好きで、もう何年もずっとそれ持ち歩いてるんですけど、それ以外のところで紹介するとこちら、ラシャスリップ。これやばいです。マキシマイザーの何倍も唇腫れます。プルプルさが出るというか。私は今回は326番、種類がめっちゃありますね。こんな感じでピンクラメ入ってる。これがもう開けた瞬間からほぼ歯磨き粉みたいなスースーの匂いして、プルプルなります。唇腫れ上がる感じですかね。もはやちょっとはみ出てるぐらい。こんな感じです。ラメが入ってるんで、この動きで結構キラキラさが目立つかなと思います。ちょっとよろうよろうよ。何この後ろありき。やっぱ酔ったら見えなくなるとかあるんで、すいません。これマジおすすめです。ただ値段もまあまあ割とするんですけど、塗りすぎてたらすぐなくなっちゃうんで、ちょっと高いかな。大事な時にだけ塗ろうかなっていう。え、何本なんですか。いくらかわからん。で、安くはなかったと思う。5000ぐらいかな。ああ、ええ値段。ただ毎日塗ってすぐなくなること考えるとちょっと高いかなとは思うので、ここぞという時に。で、こういうプルプル系のリップで、ディオールとかこういうラシャスは高すぎるよっていう方におすすめなのがこれです。アデ東京仕上げリップグロス03番、山吹色ってことかな。これは多分1000円しないぐらいのアマゾンとかどこでも売ってるグロスなんですけど、これがねこんな感じ、もう蜂蜜みたいな感じで、唇がプクプクになるっていうよりかはもうウルウルになるって感じです。もう今塗ってももう塗ってるから分からんねんけど、多分でちょっとベタつく感じですね。重い系なんですけど、唇自体にこのぷっくりさは出ますし、これが安いです。ただマスクとかはすぐ落ちちゃうかなって感じなのと、ご飯食べてたら結構すぐなくなっちゃうんで、まあ、安いからこそ何回も塗り直すのやったらいいかなと思います。こんな感じで最近の私のおすすめリップを4本紹介しました。ぜひお揃いにしてください。ほぼ視聴者男の人やと思いますけど。どうですか、こういう画角で挑戦したの。いや、これさ、普通にさ、リップ紹介したいって言ってんの、引きすぎでしょ。いや、やっぱ。ここめっちゃ余ってんねん、だって。いや、でも、まあね、映ってるから。いや、これ映したいだけやん。
何やろって思ってる方は、あの1個前ぐらいの動画で上がってる、あのおしゃれルックブック、ね、おしゃれルックブックおしゃれルックブックだ、ぜひチェックしてみてください。こんな感じで今日はリップを紹介しました。プレゼントにもいいんじゃないかなと思うので、ぜひファンの女の子にプレゼントしてみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。以上、橋本チャンネルでした。バイバーイ。